よし、シェアしましたシェアできてるかわからないけどシェアしました。こんばんは、暑い。こんばんは。さっきぶり、確かに。こんばんは、ありがとうございます。金魚ちゃん、星くん、キラキラ、ありがとうございます。花火だ、花火花火、ありがとうございます。やっほー。はーい、こんばんはですね。さっきまでこんにちはだったんですけどこんばんは。来たよー、ありがとうございます。こんばんは、こんばんは、こんばんは、はじめまして。こんばんは、こんばんは。すごいたくさんありがとうございます。すごい、花火か、星、星のあれかと思った、花火でしたありがとうございます。こんばんは。はい、夜ですね、めちゃくちゃめちゃくちゃ夜。はい、さっきぶり、こんばんは、はじめまして、こんばんは。すごい流れ星、ありがとうございます。流れ星かわいい。こんばんは、こんばんは、こんばんは、はじめまして、こんばんは。お疲れ様です、お疲れ様です。こんばんは。あ、レッスンお疲れ様。そうなんですよ、今日はねレッスンでした。1時間半レッスンやりましたね。新曲もやったのでそう、本当にだから9月2日まではちょっと歌わないようにしないと、歌ったらねまずいので歌わないようにしたいと思います。こんばんは。あ、通知来てたから大丈夫よ。よかった、よかった。こんばんは。帰り天気大丈夫だった、大丈夫でした。まだね多分大丈夫なんですけど、明後日ぐらいから確か雨だったので、もうガビーンって感じで、ちょっとなえって感じなんですけど、そう、雨、雨はちょっと嫌ですね。なんか家にいる時に雨降るんだったら全然いいんですけど、雨の音嫌いじゃないのでいいんですけど、さすがにね外出るってなって、あのね傘とか持って歩くのがもうめんどくさいなって感じです。そう、でも今週はねもう台風がもうあの来るので、サンサンが、サンサン日傘ちょっと持って歩かないとまずいなって感じですやっほーやっほー。あ、金魚、金魚ありがとうございます。ハートもありがとうございます。そう、あ、また金魚、かわいい金魚ちゃん。ショールームでカラオケできるようになった、多分あのイヤホン次第ですね。イヤホン、そうで、前回使ってたイヤホンがマネージャーさんからいただいたあのショールーム用のイヤホンだったんですけど、でそれ使ったら壊れてたのでそう、壊れてたのでちょっと今日相談してみました。壊れてたんですけどってでちょっと今変えてもらってます。なのでそのイヤホンをあの受け取れたらできるかなって感じです。そうですね、ちょっとショールーム配信はしたいので、あ、ショールーム配信じゃない、カラオケ配信はしたいので、ちょっと今週までにやりたいなって感じです。そう、真夜中の微熱が入ってたので、そうなのよ、真夜中の微熱をしたいなって感じです。夜ご飯食べた、食べました。ビーフシチュー食べました。
最高。こんばんは、はじめまして、初見です、はじめまして、アンネーム鈴鹿です。こんばんは。 X 見たけど、あ、そう、ベティちゃんの洋服着てたんですよ。そう、あれレッスン着として使ってて、そう、ベティちゃんが好きでハマってます最近。そう、ベティちゃんをよくね持ってるんですけど、なんかあるかな、ちょっと今はないかも。そう、最近ベティちゃんにハマってます。ベティちゃんのあのお洋服を、そう、めちゃくちゃ可愛いんですよ。こんばんは、こんばんは、チラチラチラ、こんばんは。そう、そう、ゲリラ、そうなんですよ、ゲリラ豪雨が多すぎて、なんか最近夏だからかな、なんかめっちゃ雨降ってきますいきなり。そう、でも夏は日傘を私絶対持ってるので、そう、日傘絶対持ってるので、まあまあまあ降ってもうわハンカチ持ってくればよかったなぐらい。でも冬にあの降られちゃうとちょっと厳しいって感じ。まあでも冬に降ることあんまないかな。夏だけですね、多分ちょうど今の期間台風が流行ってるので、台風が流行ってる、台風があるのでかな。こんばんは、花火、たくさん花火ありがとうございます。サンさん、サンさんめっちゃ不思議がられてる。サンさん、サンさんっていうのは台風の名前なんですよ、今回の。知ってました。サンさん、ちょっと笑っちゃうよね、なんか面白い。台風に私名前ついてると思ってなかったので、ちょっと自分あるんですけど、そう、サンさんっていう名前らしいです、今回の台風名前です。こんばんは。長いお足で台風蹴っ飛ばしてきた。いや、長くはないですね、別に長くはないです。え、でも台風、まあ、そうですね、台風蹴っ飛ばす、台風ね、いや、足自体はね長くないんですよ、足自体は長くなくて、足自体は長くないですね、足っていうか、そう、身長がでかいって感じ、身長かな、まあそれ以外は全然全然って感じです。そうか、腰の位置も別にそんな高くないのかな、うん、かなって感じ、多分身長があるからです。遊びに来たよ、こんにちは、あ、こんばんはだった、こんばんは。機材トラブル昔から多いの、多いですね、機械音痴なので。いろいろいじってやるタイプなので、でいろいろいじって失敗するタイプなので、そう、失敗する系です。真夜中の微熱ね、真夜中微熱入ってたんですよ。そう、でもアンレームとかも歌いたいですね、アンレームと、あとビビットガール、ないものおねだりとか聞きたいです、歌いたいです。カラオケ配信ね、今週できたらなって感じです。こんばんは、こんばんは、ビーフシチューいいな、お母さんの手料理です。はい、自分では作れないのでね。自分ではちょっとね作れないんですよ、です。はじめまして、はじめまして。最近雷めっちゃ鳴って怖い、え、
雷鳴ってます？なんか全然ね鳴ってない気がする。聞いてないかも。あれ鳴ってる？あでもたまにたまにたまに鳴ってるかも。たまに。こんばんは。あやっぱサンサン知らない人多いだよね。そう私もヤフーニュースのあの台風の情報を見た時にサンサンって書いてあってカタカナでそれがちょっとツボに入っちゃってそうっていうそうパンダみたいな名前なんだよねそうパンダめちゃくちゃパンダめっちゃパンダみたいな名前ですね。シャンシャンって言いましたよね。パンダっていたよね確か。シャンシャンみたいな、シャンシャンシュンシュンみたいなシュンシュンいないか、シャンシャンみたいな、シャンシャン、シャンシャンとなんか作業のなんかがいた気がする。サンサン結構不思議がられてるかも今年から台風に名前つけてるのかな。確かにそう、確かになんか全然そのサンサン台風の名前全然見たことなかったので、そう結構ね台風の情報見る人なんですけど、あんまねサンサンとか見なかったのでちょっとびっくりしましたね。うん、ちょっとビビるって感じですハートありがとうございます。ビビってます結構。そうあのもう夜なのでお風呂も入って、あのもう寝るだけって感じなんですけど、こんばんはこんばんはこんばんは。スーカちゃんが足長くなかったらもう全人類足長くないよいや全然本当に全然身長があるからです。流れ星キラキラ、 キラキラありがとうございます。身長高くてステージ映えするよね、かっこいい、やったありがとうございます。確かに身長は大きめですね、どちらかというと。かわいい流れ星ありがとうございます。あそうだね、美脚担当はひなのちゃんですね。そうね、めっちゃね足綺麗なんだよね、まっすぐ足がびっくりした。そういろいろいじってダメにするタイプですねこんばんは。そう、さっきぶりの配信です。こんばんは。新曲も楽しみよね。そう、新曲が9月2日に出ます。キラキラチューン、ぜひぜひぜひ見てください、聴いてください。で9月2日の9時から MV が公開されます。実はまだ私も見てません。メンバーも多分見てないです。楽しみ。なんかちょっとどういう感じなのかわからないですね。なんかまあ一応撮影はしたんですけど、でもなんかこうなんて言うんだろう、なんかどういう風に繋がってるのかが全くわからなくて、早く見たいなって感じです。本当に初見です。はじめまして、こんばんは、アネム鈴鹿です。お、間に合った間に合った。少し前に関東の方は雷雨すごかったですね。確かに先週とか、確かに。いやでも今週すごそうですよね。週末結構多分台風ちゃんと来る。
リンリン。リンリン。リンリン。リンリン、シャンシャン、カンカンとか、サンサンもいそう。サンサンは今回のやつです。あ、サンサン今回。あれ違う、なんだっけ今回の。今回なんだっけ、やばい。なんだっけ今回。サンサンだよね。今回サンサン。そう、シャンシャンがいるんだよね、パンダちゃんに。結構前だった気がする。なんかテレビでやってて、覚えました。シャンシャン。こんばんは。日本では台風に番号だけど、国際的には名前つける。へえ、そうなんだ。確かにそう、台風は台風何号とかのイメージが強かったのよ。そう、でも今回いきなりサンサンって名前ついてたから、ちょっとつぼっちゃって面白かった。花火ありがとうございます。そう、びっくり、なんか名前あったんだと思ってビビりました。こんばんは。かわいい花火ありがとうございます。そう、今はすっぴんです。まあ、でもちょっと肌加工ねできるので、ショールームありがたいです。お、花火ありがとうございます。あ、金魚ちゃんもかわいい。花火と金魚めちゃくちゃ夏。あ、はじめまして、はじめまして、こんばんは。あ、中国では同じ音を並べると縁起がいいから、同じ音を繰り返す名前とかが多いみたいだね。知らんけど。あ、だからなんかシェイシェイとかもね、シェイシェイありますよね。金魚さあさあ、ありがとうございます。確かにシェイシェイとかそうだもんね。かわいい、イエーイ。こんばんは、こんばんは。お、歌声好きです、ありがとうございます。嬉しい。まあ一応あの歌声リーダーなので、あのアンレームの中でって言ってくれて、みんながメンバーが言ってくれて嬉しいです。花火パッカー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 、ありがとうございます。ハートもございます。赤髪やってましたね、ちょっと前に。あのアンレームじゃない、 IMI か、 IMI の時期にやってました。赤髪懐かしい。もう今は金髪になっちゃって、でちょっと前にその新曲のね撮影があって、そのためにピンクにしたんですけど、もうなくなっちゃいましたね、ピンクは。まだまた復活します。こんばんは。あ、サンサンって香港の少女の名前が由来らしいよ。そうなんだ、あ、もうキラチュン、キラチュン、たし、待って、キラチュンいいね、キラチュンって略してるみんな。あ、キラチュンいいね、キラチュン、確かにキラキラチューンの略語、キラチュン。あ、いい、言いやすい。キラチュン楽しみすぎる、ライブも嬉しい、ありがとうございます。そう、ライブもね12月にあるので楽しみでーす。ティザーの画像かわいい。そう、キラキラチューンの、キラチューンだ、キラチューンのあのコンセプト、アーシャがね、もう公開されているので、まだ見てないよって方がいましたら、ぜひ見てください。
かわいいありがとうございます。花火、この夏はそうめん何回食べた？そうめんは、あ、花火ありがとうございます。そうめんは何か、そうめん屋さんに行って食べたのは1回しかできてないんですけど、お家とかだったら結構何回か食べました。でもね、流しそうめんがしてみたいですね、夢。アンレームでショールームをやるんだっけ？です。9月2日やります。こんばんは、はじめまして。アザラシの水族館の配信かわいいよね。え、そんなのあるの？そう、つい最近ね、水族館行きまして、めちゃくちゃ久しぶりに。で、生き物見て、イルカショーも見ました可愛かっためちゃめちゃ可愛かったっていう。そう、イルカちゃん、イルカショー見ました。なんかクラゲも見て、クラゲなんか可愛かった。ちっちゃかった。あ、でも大きいのも見ましたね。なんかすごい不思議でした、クラゲ。こんばんは、はじめまして。こんばんは。すっぴんでも余裕でステージ立てそう。両方かわいい、ありがとうございます。いや、でもすっぴんは本当に、今ね、フィルターとかこういう肌加工があるから守られてるんですけどそう、守られてるんですけど、ちょっとね、全然すっぴんだと妖怪なので妖怪です。花火ありがとうございます。そう、ピンク髪ね、ちょっと戻さないとなって感じです。ピンク髪がっていう、まあでもピンク、でもそうだね、でも結構もう色落ちてきてるから、多分またブリーチしてピンク入れるって感じかな。です。わー、アンレームのお笑い担当も、いや、アンレームのお笑い担当は意外とみんなですね、結構結構みんな面白い。なんかお互い突っ込んでボケてって感じがする。こんばんは、こんばんは。夏休み終わっちゃうから YouTube で肝試し企画来ないかな。うわ、したい、したいね、肝試し。結構怖いのいける人なので、私は。そう、怖いのいける人なので多分ね、いけます、自分は。でもみんながちょっとどうかって感じかなそうだ、みんなが。あ、そういえばテロップ使わないの、確かに。テロップ、テロップってあった、あったあったあった。書き込みます、テロップ。何にしよっかな、テロップ。待って、あ、でも言ってあと30分、早い、やっぱ早い、早いですね。花火ありがとうございます。どうしよう、こうやって絵文字使えるのかな。あ、絵文字使えた、え、初めて知った、絵文字使えないかと思った。あ、花火ありがとうございます。キラキラ。アンレメンバーで浴衣で肝試しみたい。確かに浴衣、浴衣着たいですね。なんかもう大人になってから、
なんか浴衣着る機会がねなくなりましたね。なんか浴衣着なくなりましたね。なんか私服がもう楽すぎて着なくなりましたです。そう、着なくなっちゃった。花火ありがとうございます。妖怪とか言って小声で妖怪ですって言ってるの結構ツボ。いやもう本当にメイクに助けられてるって感じです。そう、今もなんか本当にあの眉毛がなくてもう結構本当にお化け、眉毛がない。いや眉毛自体はあるんですけど、あの金髪にしてからその眉毛の毛もブリーチしたんですよ。全部ブリーチ脱色して、そしたらね、なんかなくなっちゃってそう、見えづらくなっちゃったのかな多分。そうっていうっていう感じ。こんばんは、はじめまして。こんばんは。個人的にひなちゃんがツボです。わかるめっちゃわかる。ひなのちゃんなんか面白い、なんかじわるんですよね。なんかマスコットキャラクターみたいな感じかなそう、マスコットキャラクターみたいな感じ。ワードウルフの YouTube おもろすぎた、全員お笑い担当はわかるそうだよね、なんか本当になんか結構面白いみんな結構面白いですみんな。初見です、はじめまして、こんばんは。お笑い担当はゆいちちゃんじゃない、確かにそれもあるそれも間違ってない。髪はずっとロングですか。髪はロングですね。でも一回小学生の時に一回ショートになった時期ありました。小6、中1あたりはボブでした。肩につくぐらいでしたねなんですけど、まあ、ちょっとそっから切ってないですね、あんまり。なんか伸ばすために毛先だけ切ってみたいな感じでしたかな。でもショートにしたらなんか本当になんか座敷わらしみたいだったので、もう一生しないですショートは。いや座敷わらしだとちょっと可愛いですね。あの座敷わらしじゃなくて本当こけしみたいな感じになっちゃって本当にキノコこけしみたいな感じになっちゃって結構嫌なので、多分一生しないです。もう一生しないです。ロングがいいかな、やっぱりアレンジも効くし。そうウェーブ巻きのヘアが一番好きで、そう顔も盛れるし、あの好きな髪の毛なので、髪型なので一生多分ロングかな。でも、まあ、ウィッグとかでショートとかなら、まあ、いいかなって感じですです。かな。そう本当にねボブはね、あのでも髪の毛洗うのとかは楽だったかな。髪の毛とあとあのなんだっけドライヤーとかは楽で良かったんですけど良かったんですけど、ちょっとさすがに似合わなすぎて、似合わないのが嫌なのでやめますです。ウェルカムコメントにもイベントをしてること書いてみたら、確かにウェルカムコメントってどこにあるの、探します。ちょっといろいろ触ってみます。ちょっと配信切れちゃった、どうしようウェルカムコメント、あったあった。
きます。でも残りもう31分早いね。そう、今回は時計があるので大丈夫ですそう、さっき時計なくて、やばかった。オッケー、ちょっと反映されてるか全くわからないんですけど、あ、あったあった、反映されてる、反映されてましたよかった。そう言われてみたら眉毛なかった。そうなんですよ、そうなんですよ、眉毛ブリーチすると眉毛なくなるのめっちゃわかる。そうだよね、よかった、みんな一緒だ。やっぱりほんと眉毛なくなるんですよ、のっぺらぼうみたいになる新曲はどんな感じですか。そうですね、ギャルい感じですでも本当にあのさっきの配信でもね言ったんですけど、あ、金魚ありがとうございます、流れ星もありがとうございます。そう、なんかアーシャのままです。本当にアーシャが公開されたんですけど、本当にあんな感じです、あんな感じいやでもちょっとあんま言えないのであれなんですけど、でも本当ギャルい感じですだし、なんか本当に今までにない感じです。新しいアンレームって感じです、です。眉毛ないのギャル見ましてる確かに確かに本当に眉毛なさすぎて、ちょっと本当ちゃんと眉毛がある子は羨ましい、すっぴんでもある子羨ましいです。私は本当にないのでやばいです。あのそう、眉ブリーチした方がそう、あの眉メイクしやすいのよ。そうだし、ちょっと垢抜ける、眉毛脱色するだけで。だしまあでも金髪とかハイトーンにしてる、ね、方は絶対した方がいいです。そう、私金髪にしてからしばらくね眉毛脱色しなかったんだけど、眉毛が浮きすぎててあの眉毛がノリみたいになってて、そう結構ね写真見返すと結構やばいからあの本当にちゃんとハイトーンの方はした方が馴染むかなって感じです。やっほースーちゃん、やっほー、こんばんは。そうこけし、そう本当にこけし、そう座敷わらし、そういや座敷わらしはね本当言い過ぎちゃった。座敷わらし私の中であの可愛いイメージがあるのでこけしですね。いやこけしちゃんも可愛いんですけどあんな感じイメージはこけし系、キノコこけし系のあの感じでした。本当に本当に合わなかった。そう切ったらね、そうなんだよね、なかなか伸びないんですよ髪の毛。そうそう、だからショートはちょっとミディアムぐらいならまあありえるかなって感じです。あ、ミディアムしたいかも。いい、ロングが飽きたらちょっとミディアムにします。そうウィッグいいよね、なんでもあり、ウィッグなら。そうブリーチロングはもう本当にドライヤーが大変すぎて大変すぎてやばいです。本当に髪の毛も抜けちゃうし、なんか本当にやばいです。時間かかりますね。そうでも痛むしみたいなもう本当に結構髪の毛がやばいです。こんばんは、はじめまして、こんばんは。そう少しずつショールームの機能を使いこなしてます少しずつ、まあ、なんとなくその
やったことあるんですけど、ちょっと細かいのと か、 なんか変わってる部分もあって、なんかちょっとまあ数価値配信終わってもしばらく起きてそう。正解です。いや本当に寝なきゃダメなんですけど寝れなくて、いやでも今日は結構疲れたので寝そうかな、寝ると思います。もう本当にこれからって感じ、夜は。本当はこれからって感じです。ギャル曲楽しみ、もうめちゃめちゃギャルです。多分元気出る曲。やばい、これ以上言わないようにするんですけど、です。こんばんは、はじめまして、こんばんは。あげあげ、ダンスもあげ期待してます。お、ダンスも本当に覚えやすいと思います。はい、もう言いません。もうちょっと本当にダメ、もう言わないようにしよう。まあ9月2日まであともうちょっとなのでお楽しみっていう感じです。ギャルい感じだったらゆうちちゃんぴったりだね。そうだね、確かにぴったり。こんばんは、はじめまして。新しいシングルもサイン会やるかな、すずかちゃんとお話ししてみたい、嬉しい。ぜひしたいですね、したいですね。したいですね。ちょっとサイン会のお知らせができるように頑張ります。いつか色白すぎて壁と一体になりそう。いや全然壁白い。いや壁白いよ本当に。いやでもちょっとこの夏焼けましたね。足は結構ズボン履いてるのであんまり焼けてないし、焼けてないんですけど、で顔も私いつも年中無休でずっと帽子かぶってるんですよ。外に出るとき絶対帽子かぶってくので、あんまり顔は焼けてないんですけど、腕がちょっと焼けちゃって、そうちょっと焼けちゃったの、腕が。なんかショック、それが悲しいって感じです。オールしてそう。オールしてそう。まあでもしたことありますね、何回も。休みの日とか。こんばんは、新曲の話してたらそのうちポロリしてそう。そうだから本当に危ないから、もう本当にちょっと忘れます、キラキラチューンは。そう9月、そう9月、まだじゃんって思ってたけど来週じゃん、あげ。そう9月、本当にで今日が27だから、で明日28で29、30、31、12、31ある？今回あるわ、31ある。そうあげです、あげあげあげ。アンレムみんなギャル似合うよね。確かに。なんかみんな派手髪してほしいな、派手系。まあでもね、できない、そうできない、みんなができないから私がいつもね派手髪担当になるんですけど、いつかみんなにもしてみてほしいですね。あ、サイン会行きたい、前の都合合わなくて行けなかった、前7月にやっ、あ6月にやったやつだ、懐かしい、もう6月かね。サイン会もしたいな、サイン会しましょう。サイン会も次回もサイン会やったら行くぞー、ありがとうございます。サイン会したい。サイン会も本当に一瞬、前回6月にやったサイン会は7部ですね、6部
6部だった7部でしたよね。 6じゃない7部まであったんですけど、結構あっという間すぎてビビりました結構ねあっという間だった、一瞬本当に。帽子のイメージある、あ本当スカッチ帽子のイメージあるやっぱりそう、帽子大好きなんですよね、スカッチ寝落ちイメージええ寝落ち、でも結構し寝ない、なんか起きるのは苦手なんですけど、寝なきゃいけない時に絶対寝れないタイプかな。なんて言うんだろう、朝起きるのは、寝てる状態から起きるのは苦手なんですけど、起きてる状態からそのままずっとちょっと眠いけど起き続けるっていうのはできるんですよちょっとよくわかんないですね。サイちゃん派手髪見たい、めちゃくちゃ見たい、イメージないからねあんまり。あ、欲しい、ありがとうございます。あ、インスタの DM 見れるんですか。でもお返事、お返事、お返し、返信ちょっとねできないんですけど、はい見てますちゃんと見てます。確かにサイちゃん、確かにインナー青入れてほしい、確かにボブだからインナーカラー絶対似合う、うわ確かにしてほしい。サイン会からの2日後にライブの流れ最高ムーブだった。あーそうだ、サイン会あってその2日後にあのアンド武道館がありましたね、対バンが。うわ懐かしい、でも6月もう2ヶ月も経ったっていう驚きが、なんかもう本当に今年終わっちゃうしっていう感じです。なんか夏が終わったらもう今年終わるって感じかな、でハロウィンが過ぎたらもういよいよクリスマスの準備って感じですでもいろんな行事がある中で、ハロウィンとかいろんな行事がある中でクリスマスが一番好き、最高、街の感じがもう大好きすぎて最高です。なるさんとゆうかちゃんとは連絡取ってないですか。連絡取ってないですね、でも持ってます、なのでいつでも連絡できますです。でもなるさんとはたまにその事務所でそうお会いする時があって、お久しぶりですって、そう毎回びっくりするっていう、わあお久しぶりですみたいな感じになるっていう、そうです。スーカチ格闘技は普段は見る、格闘技はなんかたまに見ます、たまに見ます、たまに見ます、なんかテレビでやってて見るみたいな感じです。でもルールとかが全然わかんなくて、睡眠がヘタッピー、ヘタッピーですね、ヘタッピー。でも一度寝たら本当に十何時間も寝れるタイプです、だから本当に差が激しいかなっていう。こんばんは、こんばんは、はじめまして。次のライブ予定ってあるんですか。そうですね、次直近で言うと9月16日に渋谷プレジャープレジャーであります、ファンミと対バンがあります、はい、ぜひ
ぜひ来てくださると嬉しいです。お、アンド武道館楽しかった、やったありがとうございます。対バンはね、楽しいですね。対バンは本当に対バンもだね、対バンはってめっちゃ対バンもです。対バンも本当に対バン特にだね、特に本当に楽しいですね。いろんなアイドルさんに会えるのが本当に交流できるのでちょっとお話ししたり、ちょっと人見知りながらも頑張ってお話ししたりしました。そう、街のイルミネーション好き。そう、わかる、街のわかる、イルミネーション本当にいいよね。冬ならではの感じ。あ、認知欲しいです。え、してますよTikTok のアイコンとか結構私のあれですね、ビビッドガールのこういうポーズしてるはず、ポーズはちょっとあれなんですけど、ビビッドガールの衣装の私をアイコンにしてくださってますよねありがとうございます、嬉しい。そう、本当に私のね顔とかをアイコンにしてくださってる方本当にありがとうございます、嬉しい。ハロウィンの衣装もう決めてるんですか？え、決めてないですね。仮装する気すらなかったですなんかね、アンレムのイベントとかでしたいです。こんばんは、こんばんは。あ、ファンミは完売です。そうだ、ありがとうございます。ファンミ完売したということでありがとうございます。ファンミもね3月ぶりなので久々っていう。アンド武道館はライブハウスだったのも最高だったな。確かそっか、ライブハウスでしたね。楽しかったです、広くて。対バンのトップバッターって緊張しそう。確かに、でもトップバッターはでも盛り上げるぞーみたいな感じで、それこそそのアンレームのアンレームって曲があるんですけど、それをね入れること多いです。結構トップバッターとかじゃなくても結構盛り上がる曲な気がする。あ、早く会いたいですね、会いたいですねあ、ファンミ初参加なので楽しみ。9月16お待ちしてます。3月のファンミ楽しかった、嬉しい、ありがとうございます。もう懐かしいね、3月のファンミすらもう懐かしすぎてびっくりって感じで。よし、もうちょっとしたらランキング読みたいと思います。今11時50分、ちょっとね過ぎたらあれなので早めに切ります。怖いのでなんか急にブチって切れちゃったらどうしようっていうあれなので、ちょっと早めに切りたいと思います。まだ、あ、あと10分ありますね。まだスーカちゃんはアンレームの曲何が好き？アンレームの曲は、ないものねだりかな、かな、ないものねだりの曲調とかが好きかな、曲と振りとかが好きかな。うん、ないものねだりです。でも歌とかで言うと、歌だけで言うと IMI が一番好きです結構いい感じに歌える、いい感じに歌える、なんて言うんだろう、なんか自分の得意な曲だなって感じです。高音が結構多い
ので結構得意なんですけど、でも総合的に言うとないものねだりかなっていう曲が好きです。ないものねだり。あ、一瞬止まっちゃった、覚えてます？あ、やっぱ、あ、ないものねだり結構人気ないものねだり人気だ。ないものねだり人気、わかる。ないものねだりいいよね、めっちゃ。私も大好きです、ないものねだり。ないものねだりはフリ、フリいいね。フリフリフリが好きそう、ないものねだりはあの花さんがフリをつけてくださって、もうめちゃめちゃドタイプな振りなんですよ。めちゃめちゃ可愛い感じのです。あ、真夜中が好きです。特にサビ、わかる。真夜中もちょっと迷った。そう、真夜中いいよね。そう、真夜中はラップの部分も好きだし、そうだね、サビもいいねです。本当アンレームの曲でなんか似たような曲があんまり、あんまりというか全然ない気がしますだし今回のキラキラチューンも本当に全然なんて言うんだろう、全く違う感じなので、そう、これだけ言ってきます。全く違う感じなので全く違うので、そう、楽しみって感じです。あ、IMI 渋くてかっこいい。そう、 IMI いいよね。 IMI 良い。金魚、金魚ありがとうございます。花火、花火ありがとうございます。 Under the Moonlight、 よし、じゃあちょっとぴったりに終わると私絶対過ぎちゃうので、あのもうそろそろランキング読もうかなと思います。イエイ。そう、なんだかんだ言って全部好き、本当にそう、全部いい曲でも特にっていうのがあるかなって感じです。そうです。よし、じゃあ読もうかな。ランキング、ランキング読みたいと思います。今もう54分、早っ。ランキング読みます。あ、かわいい、欲しい欲しい、ありがとうございます。はい、13位たくまさん、ありがとうございます。12位ぴーちゃんさん、ありがとうございます。11位ハマーさん、ありがとうございます。10位焼きそばさん、ありがとうございます。9位ハッシーさん、ありがとうございます。8位コジーさん、ありがとうございます。7位アルさん、ありがとうございます。6位スノーリンリンさん、ありがとうございます。5位ゼロさん、ありがとうございます。4位トニさん、ありがとうございます。3位ゼファさん、ありがとうございます。2位キツネさん、ありがとうございます。1位カナタさん、ありがとうございます。はい、ということで55分、もうちょっといきますね。はい、もうほんとあっという間、配信はあっという間ですね体感5分だった早っまあ、ちょっとね、週末もあの台風が来るのでちょっとね気をつけつつ、結構なんかもうね、日本をなぞって来る感じだったので、あの気をつけてください皆さん。はい、私はアイス食べて眠くなったら寝たいと思います。あ、
でもちょっと大学のレポートはしなきゃいけないので、ちょっと気が向いたらしたいと思います。はい、気が向いたらやりたいと思います。はい。はい、じゃあ明日も配信するので、明日の配信時間はまたあの X とインスタグラムとこのショールームのあのライブ予定時刻っていうのを設定できるので、それでお知らせしたいと思います。はい、じゃあまた明日の配信もお会いしましょう。はい、9月2日までイベント期間中は毎日配信しているので、ぜひ来てくださると嬉しいです。じゃあ寝ます。寝ないかもしれないんですけど、バイバーイ。じゃあ寝ないんですけど、もうアイス食べます。はい、じゃあ皆さんも寝てください。バイバーイ。はい、ありがとうございました。バイバーイ。